町田市立室内プールは東京都町田市寿司町にある公営プール。町田リサイクル文化センター、町田市の市政施行30周年記念による3大スポーツ施設建設事業の一つとして計画され、1989年に開館した。施設正面にある町田リサイクル文化センターのゴミ焼却余熱を利用した温水プールで道路の地下に埋設された。 長期間を通して、プールに余熱を送っている。指定管理者制度に基づき、競泳グループが、管理運営に当たっている。2013年、アクエリアス発売30周年を記念した、アクエリアス未来への夢始めよう。プロジェクトの会場に、岩手県盛岡市の盛岡市立総合プール、大阪市港区の大阪プール、熊本市のアクアドーム熊本と共に選ばれた。 2018年9月から2019年11月にかけて長期休館し施設の大規模修繕が行われた。2020年9月から施設正面に施設を増築する形で健康増進温浴施設の建設が進められている。かつては町38も多数運行されていたが2020年現在は開館前の平日早朝のみ運行される。また、 以前は、富士の大団地、山崎団地センター、鶴川駅からも路線バスが運行されていたが、いずれも廃止された。町田市統計書、第24号1990年度版町田市、アクエリアス未来への夢始めよう。プロジェクト決定日本コカ・コーラ健康、増進温浴施設を整備します。町田市、ありがとうございます。